一つだけ聞いていいかな。に対する読者の反応集。万が一その曲を私が歌っちゃったとして、それ、私のせいかな。世に言う音楽の島の大事件、エレジアの悪夢、である。歌手の目の前に楽譜を置いた奴が悪い。くさ。これは歌がフランキーメンタルな概念か？ゴードン、いいか歌、この島にあるどの曲も歌っていいか、トットムジカだけは歌ってはいかんぞ。歌？何？それ、どんな歌？ゴードン、魔王が飛び出て世界が滅びる。歌、捨てとけそんなもん、なんであるんだ。ごもっともすぎる。歌、捨てとけそんなもん。キレッキレで笑う。楽譜が近寄ってくるから悪い。急にギャグっぽくなって笑った。歌、確かにすごくいい歌ばかり、どれも歴史に刻まれるほどの名曲。ん？歌、これは、薄汚れてて名前がわからないけど、歌詞を見る限り素晴らしい歌、ああ、ガナタアック、ガナタッタ、ブラーック。歌、ねえゴードン、万が一その曲を私が歌ったとして。ボッコーン。歌、それ、私のせいかな？目ん玉飛び出て、ああ、で済ませるエレジア島民たくましすぎて笑う。目ん玉どころか魂飛び出してるぞ。みんな焼け焦げた姿とアフロヘッドになってるよ。元ネタも自爆スイッチがでかすぎ簡単すぎなのがいけなかった。エレジアの燃える霊獣事件も同時期に起こるのか？ゴードン、我々はいつでも歌を愛している。わかったらもう二度とあの、トットムジカ音楽室には入らんでくれ。歌、なんか今さらっとこの世で一番いらない楽譜の名前を言わなかった。こう荒れるメンタルならまだよかったんだけどな。2年の間にやらかした歌ですわ。歌に必要なの変態さだったの確定。フランキーの変態さ、娘によく馴染むぜ。ただ歌は自分の夢に生きた。というか逃げた結果があれなんだよな。真面目に事件の順番や時期さえ少し違えば、昇進の歌をルフィが連れてきたロビン、フランキー、ブルックが自分たちの境遇と重ねて勇気づけることもできたんだろうな。ズン、ズン、ズズズン、ズン、ズン、ズズズン。え、うわぁ、このリズムは。まさか、そんなバカな。へいお前たち、私の名を今呼んだか？呼んでねえよ、どっか行け。どこにいるんだ、どこだ。あ、いたあそこだ。あう、あう。リズムに乗ってる。出た。歌ちゃんがフランキーメンタルで、エレジア国民がクッソタフで全員無事だったらこうなってたのか。いいな、悪態疲れながらも楽しく歌う歌ちゃん、変態性には目をつぶるとして。恥ずかしがらずに聞いてみんな、私の名を。聞きたくねえ、消えろ。私は新時代一のスーパーな歌姫、音楽の国エレジアの裏の顔。そうだ、私は人呼んで、わお。どこどこどこ。歌あ、ドドーン。なんだあの変態。まあこのメンタルあったらレッドは起きなかったわな。駐屯の海兵たちが言うには侵入者はあの話題の麦わらの一味の船員歌姫歌だというが、この島にはボーカロイドゴリラも数頭いて見間違いの線も強い。島民は1ヶ月未満のうちにシャボンディー諸島で目撃されており、エレジアへの到達経路と手段が不明だ。歌、よし、決めた、ここに住もう。ゴードン、え、住む？歌、時々喉飴買いに町に行くから蓄えよろしく。私のことを黙ってればここに住むんだから迷惑は、くるり。ゴードン、その格好でこっちを向くな。目のやり場に困る。服を着ろ服を。歌、いちいち騒がないでよ。ちょっと肌が見えてるだけで。歌、どう？人魚姫風パーカー。ゴードン、ああ、それなら。歌、楽譜庫、ちょっと暗いな。明かりを入れよう。ゴードン、なぜズボンかスカートを履かん。歌、ねえルフィ、あたしの作った音楽、ルフィたちの船に乗せてってくれないかな？ルフィ、この楽譜乗せてほしけや、俺の船に乗れ、歌。もう、自分の夢に生きてもよいだろう？海の果て、へ導いたとき、世界を幸せにできる夢の音楽、が完成するんだ。歌、ルフィ、あたしはまだまだ本気を出してないよ。あたしの音楽を、夢の音楽、にできるのはルフィしかいない、今以上に。もっともっとルフィの、皆の冒険の助けになる音楽も私は身につける。だからルフィ。ゴードン、おい、人魚が燃えてるぞ。歌、え、じゃあ、あちゃ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 。なんだ、怪獣か。歌、じゃあ、うおお。じゃあ、歌、だからルフィ、一緒に乗り越えよう、新世界の荒波も。これが後にグランドラインで語り継がれる、エレジアの燃える人魚姫、セイレーン、
伝説、である。ウォーターセブンをエレジアにするか熊に飛ばされた先をエレジアにするかでだいぶ違うけど、どっちとっても面白いのずるいわ。ゴードン、というのが、あの夜の真相だ。シャンクスたちは君を裏切ったわけではない、ひとえに相ゆえのことなんだ。歌、うおー、泣ける?ぐす、はぁ、あ。それでは聞いてください、赤髪海賊団で、家族義理人情、ポロロン。この事件で、歌はロボになったんだろ?ウィーン。海賊やめなよ。海賊やめなよ。海賊やめなよ。ウィーン。フランキーの親も海賊で捨てられてるから共通点なんだよな。まあ歌の方は実際は捨てられたわけじゃないけど。歌、トットムジカって魔王を知ってるか。私はその力を得たのさ。ゴードン、まさか。歌、見るがいい、伝説の魔王のその姿を。歌、平安、隊。ゴードン、国。歌とフランキーのメンタルを変態合体させるな。自分を許してやれよ、歌。いい話だな。これは本編でもそう。くさ。歌のメンタルがフランキーよりアンドギャグ補正強ければ生存ルートあっただろうな。ノリはギャグだが命があるだけマシに思えてくる。エニエスロビーに連行されてもおかしくないポジションなのが困る。トットムジカをプルトンの設計図に変換するとあら不思議、エニエスロビー編にいてもおかしくない歌の出来上がり。迷惑ばかりかけた、出来の悪い歌い手だったけど、どうも世話になりました。シャンクス、ゴードンのおっさん。ちょっと言ってくらー。歌ちゃんフランキー精神概念はちょっと先進的すぎる。2年後がすごいことになってしまう。フランキーメンタルって最強だったんだな。2年後には忌まわしいバトルフランキー作りも BF37 号、自分、や BF38 号、将軍、として実質再開だし、自分が殺したみたいなトムさんの弟にしっかり謝りに行って仲良くなるくらいだからな。正直死ぬほど笑った。雑。プルトンの設計図じゃなくて楽譜を燃やしてるんですね、わかります。それ正直プルトンと違って別に存在はしないから抑止力にすらならんから燃やしとくべきだよな。それは燃やせ。ストロングスタイルすぎる、フランキーはまあわかるけど歌ちゃんなんで火吹けるんだ、くさ。え、上裸にアロハシャツでパンツ一丁の歌?まずいですよ、少年誌じゃ出せません。ほぎゅあーん。どこ揉んでるんだ貴様。このギャグ補正は原作歌ですわ。揉んでるのはロビンの手だからギリセーフ。草生えまくる。これは様子で。これはあれか、フランキーのコーラよろしく歌ちゃんの戦闘力があのヘッドホンに入れた楽譜によって変わる感じになるのか。歌、そのファイルから私の楽譜取って、そうすれば私はパワーアップできる。こんな連中一瞬で片付けて鍵を奪ってやるから。ちょっと、楽譜で強くなる変態がどこにいるんだ?歌、ほっといてよ、あたしだよ。ちょっと、そうだ、今は味方なんだもんな、言う通りに。歌、楽譜を。歌、ありがとう、楽譜セット。歌、よほほほほ、どんと一丁歌を、船でのウーター。ってビンクスの酒じゃんこれ、誰が笑い話だくらー。ちょっと、が、楽譜なら何でもいいんじゃないのか。よし、歌、これを。歌、ありがとう、楽譜セット、おおー。ええ心持ちだーなあ、こんなええ天気の日にゃあ、風車村の民謡歌ってよ、民謡で力が出るわけないじゃん、アホか。ちょっとー、きゃあ、あいつ、面白。歌、おい、何ちょっと他のジャンルの楽譜だとどうなるんだろうな、みたいな顔してんの、次はないからねこの鹿。ちょっとー、気分の問題じゃなくて。歌、私の作った歌オンリーだ。この後新時代の楽譜セットして逆転。地味にアニメ版でくさ。歌、あれは私の楽譜、間違いなく私の書いた、新時代、ありがとう。フクロウ、く、なんだか知らねえが、思い通りにはさせねえぞ。乱曲。歌、ドゴーン。ちょっとー、歌、歌。新時代は、こうの未来だ。ちょっとー、フクロウ、え、歌、世界中全部、変えてしまえばー、変えてしまえ、ばー。フクロウ、誰だお前。歌、ストロング。フクロウ、でっかい。歌、ニュージェネシスー、ドゴー。フクロウ、ドエバー。ちょっとー、うおー、すげー。新時代、物理。フランキーな歌と言って想像してしまった。ライブ中に奪われた金を取り戻しに来たウソップ。ウソップ、返せ、それは俺たちの船を、修理するための、はぁ、はぁ、
大事な金なんだ。その金でやっとメリーゴーの傷を治してやれる。お前らなんかに渡してたまるか。歌、何を向きに。あはははは、船を随分愛しちゃってるみたいだね。まああなたたちの船がどうなったところで、この金はもう私たちのものよ。歌、残念だけど、世間じゃ海賊から何を奪おうと罪に問われないのよ。どうせどこかで奪った汚いお金でしょ。まあちょうだいよ。なんなら海軍にでも泣きついてごらん。捕まるのはあなただから。本当にルフィもかわいそうだよね。金の番すらろくにできないような。使えない仲間を持っちゃってねえ。ウソップ。歌、こいつはもうどっかにやっちゃって。あたしたちはライブの続きをしよっか。ウソップ。待て、必殺火薬星。歌うたの身の能力かなんかで無効化される。ウソップ、ん？歌、覚えといて長花くん。あたしは歌。この街を生きて出たいなら決して逆らっちゃいけない女よ。観客 A。こいつどこに捨てとこうか。観客 B。こんな海賊その辺の水辺に捨てとけいいでしょ。ウソップ。おい、話せ。歌、じゃあね。2億ベリーありがとう。ウソップ。待て。返せー。めちゃくちゃ元気出たわ。ありがとう。エレジア国民が奇跡的に全員無事だったからメンタルはそこまで病まないが、違う土地でトットムジカのような楽譜を歌って悲劇を起こさないとも言い切れないからエレジアに引きこもる歌ちゃんか。エレジアはトットムジカ焼却済みで安全域になってるものとする。映画見て歌ちゃん。って気持ちだったのがゲラゲラ笑って元気出た。フランキーメンタルに任せれば全て解決するな。この流れだとドレスローザで女版セニョールピンクとやり合う歌が見れるわけか。キュイーンの口をキスで塞ぐ歌？映画歌はファーストキスはルフィにあげたいって思ってるかもみたいな気もするけど、こっちの歌だったら迷わずケツの青い小娘、男でもか、の唇塞いで黙らせそうな貫禄はある。歌乱闘。歌、はぁ、あ、はぁ、あ、みっともねえな。一体誰を思い出して泣いてるんだよ。ケイマイ。いつかまたどこかで会ったら、酒飲みながら、話してくれよ、ルシアンって。女の話、ドン。スマイル工場の戦い、勝者、歌。歌、新時代。セニョールピンクと一緒にいっぱいやりながら、肩を抱いてルシアンとの話に男泣きする歌ちゃんの絵面は面白すぎるからやめろ。やはり兄貴は全てを解決してくれる。ルフィ、そうだ、歌がメラメラの見食わねえか。歌、死んじゃうからスーパー遠慮する。この世界線歌ちゃん本当に癒される。健やかに変態であり続けてほしい。シャンクスに置いていかれた後自力で一曲作って捨てられたんだ。拾ってくれよ、おゴードンさんにする歌ちゃん。ウォーターセブンのポジションがエレジアだとして、音楽の世界って努力は当然なんだけど、持って生まれた才能で結構差がつく世界だから、映画世界のエレジアも、映画歌が見てたよりずっと才能の格差で泣いてる子多いと思うんだよね。ここのエレジアではそんな楽園を押されて才能を腐らせてる落ちこぼれたちを歌がまとめ上げてたんだよね。あたしたち落ちこぼれだから、ない頭も振り絞って一生懸命考えたんです。何を考えたっていうの？あたしの人生なんだから、やりたいことはあたしが決める、でしゃばらないでよ。も、申し訳ない。でも、少しくらい考えたらダメですか。あたしたちみたいな落ちこぼれを拾ってくれた大恩人の、あんたの幸せも、考えたらダメですか。どいつもこいつも。あんた、見かけない顔だな。この裏町ででかい面すんじゃないよ。ふーん、声楽の落ちこぼれって聞いてたけど、いい声してるじゃん。ヤンキーにしとくのはもったいないよ。な、何もんだお前。この度、このエレジアの裏町を占めることにした歌だよ。以後よろしく。やっぱこの店でやるのは最高だね。金にも酒にも困らないし、あの時楽器捨てないでよかった、あははは。真っ昼間から適当な曲流して箸金もらって酒あさるとか、何やってんの？なんだお前は。楽器も腐るし、伸びる音楽も伸びないよ。ねえ、あたしいいボーカル知ってんだけどさ、ちょっと伴奏やってみない？この裏町にいる自称、多少落ちこぼれを全員連れてこい、存分に音楽を楽しもう、いつでもどこでも音楽を楽しもう。歌音楽団、旗揚げだー。うおぉ、ユーディア、ユーディア、ユーディア。あんたら、あたしがいなくてもやっていけるのかよ。エレジアの裏の顔、俺たちが力を合わせて立派に受け継いでみせますとも。たとえあんたがどこへ行こうとも、うちらは一生あんたの子分ですから。ゴードン、あんたの幸せも考えちゃダメですか。歌、
ゴードンさんのポジションがいろんな意味で2点3点しまくっててくさ。っていうかドレスローザに疑えたらウソップ以上の特攻だよな。ドフラミンゴ。さらに、今日俺を、最も怒らせた奴がいる。お前らをこんな残酷なゲームに追い込んだ全ての元凶、こいつの首を取った奴には、ゴークベリーだ。海賊麦わらの一味、歌姫、歌。歌はぁ、あ、眠らせた敵の兵でさっさと壊しちゃおう。こんな工場。歌。ガシ。ピンク。たかだか兵隊ごときじゃ壊れやしねえか。ピンク。一応、決着つけとこうと思ってな。歌。うわぁ。ドゴーン。歌。はぁ、あ、敵いんのかい。ピンク。それが大人だ。お嬢ちゃん。これはルフィがぶん殴れる方の歌。ビキニにアロハシャツ羽織って練り歩く歌ちゃん。絵面が強すぎる。何があった？いや本当に何があったんだよ。上は羽織るだけというストロングスタイル。とえ、小さい頃の幼馴染がパンイチでアロハシャツの変態になってて、なおかつウソップにひどいことをした張本人だと分かった時のルフィの心境を答えよ。パンイチでアロハシャツの変態までは。だっはっは、面白い。になりそう。だがウソップの件はダメだな。歌にフランキーの性格上乗せするだけで劇中の出来事ギャグにできるのくさ。改めてフランキーの兄貴強すぎる。娘がこんなことになっているのに、シャンクスが黙ってるわけねえだろ。俺の娘ならどんと胸を張れ。歌ランドじゃない。歌ワールドと歌ワールドと。歌ンキー、ルルルー。ルフィー、やべえ、波、耳ふさげ。波、歌ンキー、もうおせえ。火を吹く音。初登場ってこうなるのか？ウタンキー、混ぜるな。ウタ、あのバカは、シャンクスは元気か？ルッチ、殺した。ウタ、本当に、ん？ってなる報告やめろ。これ、タシギインスモーカーは本当に最低だったなと思った。ち。これスーパー、したら見えるやん。ゴードン、歌った歌が誰を傷つけようとも、世界を滅ぼそうとも。歌った歌に、男はどんと胸を張れ、どん。なんのその、女も裸、百貫の、波に向かって、出す、父であれ。甘かった。歌は気が強いんだ。ただのど変態でしょうが、スーパーン。待てよ。変態スーパー歌がいるこの世界線では。F, R, A, N, K, Y, F, R, A, N, K, Y。おい麦わら、海賊やめろよ。ちゃんと服着てる。誰だおめえ、なフランキーがいるのか。むしろ歌合流からフランキーはフランキーでウォーターセブンやって。誰よ、あの変態。なんだ、あの変態は。都会やって両陣営から、お前が言うな、の大合唱くらってほしい。二人して、変態、に反応してキョロキョロしてほしい。なんでフランキーメンタルになると服装もフランキーになるんですかね。鼻を押すと後ろの髪が垂れてる状態からピョコンって立つウタちゃんか。鼻を押してみて、鼻を。鼻あ長押し、3秒以上。3秒以上、押してくださーい。言い直した。オペラ歌手のように。ロボじゃないので気分で上がってるだけです。これでいきなり、新時代、とか、私は最強、とか歌われたらどうすりゃいいんだよ。感情が迷子だよ。多分能力的にフランキースタイルから衣装チェンジされるんだろうけどドキドキが止まんないよ。やっぱりそうだ、歌、お前歌だろ。あう、おめえもしかして、ルフィか。シャンクス君、君は娘にどんな教育をしたのかね、もっと後恥じらいが大事だと思うのだが。そんなに怖いか？新時代が、ゴリ押し。年頃の娘にあんな格好させる赤髪海賊団、変態の集まりだった。ぶっちゃけこの歌とフランキーが出会ったらどうなるかは気になる。スーパーな新時代到来。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。